ルトラ警備隊極東基地任務に就くメンバーです。入れ。失礼します。ご苦労さん。島圭介です。水野拓馬です。風森正樹です。早川さとみです。本庄留美です。以上、白金が指揮を取ります。一番目のやつはどうしてるかな。先生、一体いつまで調査がかかるんですか。工事が中断して皆さん怒ってらっしゃる。そう、今さら遺跡なんか調査して何のメリットがあるんだ。え、過去の文化遺産を知ることは私たちのルーツを知ることなんです。ルーツ？上の方はそんなことどうでもいいと思ってんだよ先生。そう、過去なんかのことより未来に目を向けなきゃ。調査終了の書類にサインしてくださいよ。お断りします。まだ調査は終わっていません。頑固というか世間知らずというか、学者先生ってのは昔からそうなんですかね。さあ先生、悪いようにはしませんから、ここに一つサインを。やめてください。何をするんだ、下手に出てりゃいい気になって。なんだ君たち、ガキの出る幕じゃないぞ。ガキじゃないですよ僕ら。なんだと、口ばっかり達者になって。いい加減にしませんか、大の大人がみっともない。おじさん、こんなところにいたんだ。お弁当忘れてたでしょ。ああそうだった、ありがとう。あれ、私お仕事の邪魔しちゃった。そんなことはないよ、今ちょうど打ち合わせが終わったところですね。ありがとう。ありがとうございます。質問はなし。おじさん照れ屋だしね。ね、さあお弁当にしよう、早く早く。
理事長のご意見はいかがでしょうか。ご意見がなければ採決を取りたいと思いますが。君たちはどうしてここにいる。本日は月例の理事会でテクノシティ周辺の開発に関する予算および調査項目を。理事長大丈夫ですか。私は誰だ。さあ座ってください。教えてくれ君、私は誰だ。どうしてここにいる。誰か警察を。あ、いや救急車だ、救急車だ、救急車、うん、救急車、早く急ぐ。理事長おかしいぞ。脳細胞には特別な異常は見受けられません。それに血管の状態も極めて良好です。酸素欠乏などによって一時的に意識を失ってしまうことがありますが、はっきりした原因は断定できません。ストレスなどから一時的に記憶喪失などを起こすことがありますので、少し時間をかけて調べてみる必要があると思います。時間がかかる？回復までに。ええ、こういった症状では。よし、落ち着くまでまだ患者さんへの面会は控えていただかないと。いやいや、ご心配なく。我々は戻って次の理事長選出を。よし、すぐ準備を。はい、よし。理事長はあの時はしばらく出てこそうないぞ。あの時代が来ましたね。返してみて、早速帰ってみましょう。ああ、早速。おじさん、まだ起きてるの？ああ、星を眺めてたんだ。お母さんまだ帰らないのかい？うん、夜勤の人が来てもすぐには帰れないんじゃない？ああ、綺麗なお星様。ああ、こうやって星を眺めてると何か思い出すような気がするんだ。無理に思い出そうとしなくてもいいんだって、お母さん言ってた。そうはいかないよ、レイちゃんやお母さんに迷惑をかけてるし。そんなことないよ、ちっとも迷惑だなんて思ってないよ。そう？あ、流れ星、おじさん何か願い事した？願い事？流れ星が落ちる間に願い事をすると叶うんだよ、知らないの？さあ次は何お願いしようかな。おじさんってあの星のどれかから来たのかもしれないね。ん？あ、また流れ星。テクノシティでは最近異常な数の記憶喪失者が報告されている。病院関係と警察で調べを進めているが、はっきりとした原因はつかめていないし、手がかりも得られていない。記憶を失った患者の中には行政や教育の関係者など VIP が大勢含まれています。このままではテクノシティの機能そのものが麻痺してしまうな。その通りだ。ウルトラ警備隊としては万一の事態に備えて警戒と調査に当たる。当分任務は交代制で行う。了解。ポインター配備します。よし、先発行くか。はい。
水野里見亮隊員パトロールにつきます。こちらポインター、現在ポイント W4、 これから中央病院へ向かいます。誰だ？私か。これが私か。私は誰だ？忘れてしまった記憶は忘れるべき記憶。君には新しい記憶をあげよう。この人は森永医師です。医局の責任者です。昨夜も徹夜で記憶喪失の患者さんの検査をしていたようですが。ここはご心配なく、皆さんそれぞれの仕事に戻ってください。府庁の村田です。少し落ち着いてるようですから、これに。先生、さ、すいません、見てないで手伝ってください。はい、さあこちらへ。お願いします。水野隊員。ああ、こいつは嫌な予感がする。お弁当作ってあります。中央病院の方が大変そうなので手伝いに行きます。遅くなるかもしれません。京子、もう出かけちゃったんだ。お母さん。うん。おじさん、お弁当は？おう、ここに用意してくれてるよ。はい、じゃあ行くか。つけてね。はい。なんだそれは。おい、こんなものどうしたんだ。うちの花はどうした。あなたに関係ないでしょ。なんだと。これはどういうことなんだ。何するんですか。話してください。何言ってんだ、しっかりしろ。おい、なんだ君は。これはきっと壺の破片。この壺には何を入れていたんだと思います？眺めていると
私たちの先祖がどういう生活をしていたのか、何を考えていたのか分かってくるような気がしません？どこから来てどこへ行こうとしていたのか。僕は自分がどこから来たのか何者かも覚えてないんです。人類の歴史という点から見れば、あなた一人の記憶が失われたとしても大した問題ではないわ。そうかもしれません。先生はなぜ過去をほじくり返すんですか？考古学は未来を知る学問なの。温故知新、古きを訪ねて新しきを知る。でもそう考えない人が多いわ。過去のガラクタ集めぐらいとしか。というわけでここも間もなく調査終了の決定が下されてしまう。目先のことに夢中になって大きなビジョンを見失ってる。人間は生き急ぎすぎてるのかもしれないな。変な言い方、生き急ぐなんて。死に急ぐの間違いでしょ。先生は人間の生き方をそんな風に見てるんですか？あなた本当に自分の過去が知りたいの？考え直したら、テクノシティへ行くのは。いいわ、送るわ。はい、止めてください。取れます。ちょっと大麻殺人事件がありまして、申し訳ありませんが免許証の方を拝見させていただきたいんですが。ウルトラ警備隊、行きましょう。通行の許可が出たわ。カルテってこんなに暗号みたいなの？何が何だかもう分かりゃしない。誰？誰でもない。もう真面目にやってください、溝隊員。ん？聞いてもいいかな？どうぞ。水野隊員って誰？僕はなぜここにいるの？え？聞こえない。まさかこれが原因では。全く冗談じゃないわよ。女の子に殴られたぐらいで伸びちゃうなんてさ、情けない。何も不安はない。これがあなたたちの新しい記憶。さあ行きなさい。行って自分たちの存在を証明するのです。
ルテを調べてて、状況は分かっとらん。あんた結果ないか。すまん。佐藤大尉、ちょっとそれまずいんじゃないの。いくらなんでもご心配なく。麻酔弾です。一体何があったんだ。覚えてないんですか。本当に何を。いえ、それならいいんです。詳しいことは基地に戻ってから説明します。教えてください。何でもいい。私のことを。私は一体誰なんでしょう。大丈夫ですよ。すぐ思い出せるようになりますから。これを飲んでください。焦るのが一番良くないんですよ。さ、少し眠りましょうね。はい。安心して落ち着いてくださいね。行きましょう。ここは危険だ。私は残ります。ここには私を必要としている人たちがいますから。これが仕事です。レイちゃんのことはどうするんです。もしあなたに何かあったら、ここは他の人に任せて。どうしてそう決めつけるんです。なぜ命令するんですか。それよりどうしてあなたがここに。この事件が僕の記憶に何か関わりがあるんじゃないかと思って。過去の記憶がそんなに重要ですか。あなたは記憶をなくしたことがない。自分の存在を証明するものをなくしたら、今のあなたで十分じゃありませんか。今のままのあなたでなぜいけないんです。そんなに過去が大切ですか。人には忘れたくても忘れられないことがあるんです。それなのにあなた。あの子の父親が死んだなんて嘘です。例に父親のことを諦めてもらうための言い訳。そうじゃなくて、私があの人を忘れようと思って。もうどちらでもいいことです。あなたが誰なのか、きっと手がかりになるものでしょう。あなたが発見された時に身につけていたものです。お返しします。それと、出ていく時は黙って行ってくださいね。未確認の植物の葉です。葉の様子から一般的な形状をシミュレーションした結果、このようなものと考えられます。新種なのか、あるいは突然変異なのかはまだ調査中です。
あ、葉の分析中に分かったことですが、驚くことにこの植物が行う炭酸同化作用は一般の緑色植物の数十倍から数百倍にも及びます。ちょっと待って、炭酸同化作用って？植物は二酸化炭素を吸って酸素を吐き出す。私たちはその酸素を吸って二酸化炭素を吐き出します。そういう意味でも森は我々にとって重要な資源です。これ一重であれば小規模な林並みに炭酸ガスを吸収してくれる計算になります。すごいな、こいつは二酸化炭素過剰の地球にとって救世主だ。そうですか？そう簡単に結論を出すのは危険だと思いますよ。なんでだよ、考えてみろよ。俺たち都会人には緑が不足してんだぞ。こいつは空気をきれいにしてくれるし、目の保養にもなる。他にも。それが問題です。この植物が今回の記憶喪失事件に関係があるとすれば？私の経験で言わせてもらえば因果関係大いにあり。お前の一件は記憶喪失ってよりは寝ぼけてぼーっとした。ちょっと待ってください。この植物、これだ。どうした風間？はい、あの事件のあった農園で見たのと同じですよ。間違いない。ああ、ちょっと待てよ。まさかあの農園でこの植物が栽培されてたとしたら。隊長。うん、研究室を了解。来い。温室の中は空っぽ、数枚の葉が残されているだけです。どこへ行ったんだか、まるで人影はありません。白原だ。メディックのバイオグループが例の葉の DNA から植物の培養に成功しました。突然変異などや新種とは考えられないようです。地球上の植物ではなく他の惑星から持ち込まれたものではないかということです。それと光合成の時に大量の酸素とオゾンを放出する他に脳神経を麻痺させるガスを放出するようです。神経性ガス？そいつが脳神経を麻痺させて記憶喪失の原因に。みんな聞いての通りだ。手分けして植物を回収、場合によっては処分しろ。はい。任務で本当疲れました。しかしその植物を培養していたとみられるグリーンハウスの男女は行方不明。ということは例の植物も壊滅したっていう保証はなしか。そうまで悲観的になることはないだろう。とりあえず俺たちが回収してきた。いや、風森の言う通りだ。予断は許されない。それに病院で起きた記憶喪失者の暴動ですが、何者かによって操られていたのではないかと。記憶を取り除いてしまえば案外人間はコントロールしやすいのかもしれない。それに新しい記憶を植え付けることも可能ですよね。誰が何の目的で？とにかく現在の糸口突破はグリーンハウスの男女を見つけ出すことだ。
上からの圧力ね。一応遺跡調査はしたけれど保存に値するものではない。随分とデタラメな結論だな。開発を優先するためのご明察。この緑豊かな一帯も開発して区域、第二のテクノシティ候補地ね。警察に連絡すんだ。危険だ。そいつを置いてテントから出ろ。早く。待て。聞きたいことがある。危ない。離れろ。早く。そう。あっ、待て。先輩、早く。島です。ただいま怪しい男を追跡中。しかし追いつけません。至急応援お願いします。分かった。ウルトラフォーク出動。了解。俺の記憶は俺だけのものじゃない。きっと遺伝子の中にも書き込まれる。そうやって人類の歴史は作られていくんだ。もし書き込まれる記憶が失われて誰かに別の記憶を植え付けられたとしたら、こいつはとんでもない事件だ。ダン、こんな時お前だったらどうする？
リアンの仕業。我々の記憶を奪って奴らの記憶を植え付けるか。記憶を失って不安になった人間を思いのままに操ろうとしたんだ。許さんぞ。風森、みんなを退出させろ。早く。はい。いかん。あんたの疑いはまだ晴れたわけじゃない。俺を撃つ気か。俺を引いていくか。乗れ。
どこへ行く？邪魔はするな。君は誰だ？何をしている？私はバリー。故郷の星へ帰ろうとしている。帰る？今は帰る。しかし今度来る時は大勢のバリエル人を連れてくるだろう。地球を侵略する気か？侵略？とんでもない。この星を救いに来るのだ。かつてこの地球は美しい緑に覆われていた。しかし今この星は死にかかっている。地球人の手によって。古い時代から新しい時代に変わっていく。それだけのことだろう。君は失われた古いものを追い求めていたのではなかったのか。君の古い記憶を。なぜ過去にこだわる？なぜ今の自分を認めない？あるがままの自分を。人間だけで個人の記憶という愚かなものに頼っているのは。君は私が誰なのか知ってるのか？姿だけではなく心まで地球人になるのか？私が宇宙人？そう、君は地球人ではない。さようなら、ウルトラセル。気をつけろ。はい、はい。心配なんてしていなかったからな。本当だぞ、本当だぞ。ジュア、ジュア、ジュア、
くデュ。
失った患者たちも順調に回復に向かっているようです。そうか。ところで風森はどうした？知らない、全然知らない。あいつどこ行ったんだ？私たちの存在を証明するものは積み重ねられた記憶の一つ一つ。そこには楽しい記憶ばかりではなく、辛い記憶、悲しい記憶もあるかもしれません。それでも人はそんな記憶と共に生きていくのでしょう。また新たなる記憶を求めて。Oh.